核三原則に反するので核共有には反対と、こういうことでございますか。核三原則を堅持していくということとの関係から認められない。2010年岡田外務大臣が核の一時的機構を認めないと日本の安全が守れない、そういう事態にあっては、その時の政権が命運をかけて決断をし、国民に説明をすると、まあ、こういう、まあ、答弁をしたわけであります。私はそれを支持してますけれど、まあ、これはいわば非核三原則の持ち込ませずの、まあ、例外を認めたということなんですけれど、と私は解釈してるんですけれど。